はい、どうもこんにちは。いつも動画を見てくださってありがとうございます。ちょっと今までいろいろ動画撮ってきたんですけど、その中でちょっと没ネタ集ですね。やっぱり動画を撮ってるとどうしても編集して一本の作品にするまでには至らないっていうものが出てきましたんで、でちょっと没にしようかとも思ったんですけど、やっぱりハードディスクを整理してたらちょっとこのまま消し去るのは惜しいなって思ったのがいくつか出てきたんで、ちょっとそれをつなげてみました。没になる理由としてはこの情報が古すぎて行ったけど何もなかっただとか、肝心な映像が撮れてなかっただとか、家に持って帰っていざ見てみるとそんなに面白いものでもなかっただとか、そういうやつをちょっとつなげました。正直もうボツにしたぐらいなんでそんなに面白いものでもないですけど、ちょっと長い動画になったんで暇な時にでも見てください。それではどうぞ。カタツムリがいっぱい等間隔に並んでる。1カタツムリ、4カタツムリいますね。気は狭いですね。175センチある僕がちょっと頭をかがめないと下くぐるのはしんどいですね。抜けていくと上に見えるのが、国道8号線ですね。あの国道8号線が向かって右方面に行くと富山方向です。でこっち方面に行くと石川県の金沢方面、津幡町方面になりますね。これは古いレールみたいですね。これは栗原駅のホームの端っこですね、今見えてるのが。確かにこれを一人で渡るのは危ないな。というか車が入ってきたらもうどうしようもないから、車1台がやっとの道幅ですね。やっとってことはないですけど、ちょっと大きい車だったら無理かもしれないですね。危ない、大きい車だったら危ないかもしれないですね。
山田のコンバインが放棄されてますね。だいぶ倒壊が進んでて広いですね。キング小屋ですね、これ。そうですね、建物のきしむ音がしてますね。もみ殻ですね、これ。ってことはやっぱ精米所ですね、これ。チェーンブロックなんかもそのままですね。ああ、これは縄をよる機械かな。そうですね、縄を寄る気ですね。もう倒壊がひどすぎて残留物も何もあったもんじゃないですね。電池が来てる。